はい、えー。皆さん、こんばんは。G ステージの柿原です。いつも、インスタグラム、フェイスブックご覧くださいまして、ありがとうございます。えっと、今日はですね、ニット、ニットをやりたいと思います。これ、ニットとしてはですね、えー、今季、第2弾になるんですけれども、あの、前回はね、G ヒートという、あのー、機能素材。 昨日ニットを使ったね、あの、シリーズをご紹介したんですけれども、G ヒートは、えー、デイリー使いね、あの、あらゆるニットなので、デイリー使いしていただけるようなベーシックな、えー、ニットアイテムだったんですけれども、えー、今日はですね、ちょっとね、あの、生地感にこだわったイタリアのね、糸を使ったですね、ニットシリーズ。こちらもですね、この秋冬かなり大自由術でやってますのでですね、こちらをご紹介させていただきたいと思います。ありがとうございます。 で、このね、イタリアの、えー、糸を使って編み込まれたニットですね。これはもう本当にあの、えー、発色性であったり、この表面の生地感ですね。そういうのに非常にこだわったニット、顔立ちするニットなのでね、あの、一枚で着ていただいて、えー、スタイリングがね、あの、完成してしまうというようなね、そういうあの、非常に表情が豊かなニットになりますので、ぜひ、えー、最後までご覧いただけましたらと思います。ありがとうございます。はい。 かなりね、今回、イタリアの糸を使ったニット、あの、大充実でやってますので、今日もちょっと、<laughs> あの、駆け足になっちゃうと思うんですけれども、ぜひ皆さん、かなりね、これ、生地感にこだわってますのでね、また、あの、しっかりね、生地にもよってお伝えしますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、では、まず、ひ方目ですね、もう、私、これが一番、 おすすめなんですけども、こちらです。<laughs> こちら、あの、えー、イタリアのですね、これはラネロッシというですね、えー、糸使ったですね。これ、ダブルブレストのニットジャケットになります。で、これがですね、この白の色なんかすごく上品だと思うんですけども、これね、こんな感じです。これね、えー、っと、メリノウール使ってるので、非常に柔らかで、えー、ふっくらとした生地感になってます。こんな感じ。 でこれアーメイのねこういう、えー、ストライプ柄が入ってますのでこんな感じですね非常に柔らかい生地感になってますでこれねあのデザインがねこれトラッドなダブルブレストなんですけれどもこういうニットで仕上げることでねニット得意のその柔らかさとかね着心地っていうのがありますので、えー、これねカーディガン感覚でねこう羽織っていただけるので皆さんあの 車とかかお好きですかねドラ,イブドライブデートなんかもねこれ来たまま運転できますからでまあ車運転手終わった後にねあのカフェとか入っていただいた時もこういうねあの見た目がこういうダブルブレストの、えー、ジャケットになってるので本当にね休日のきれいめな、ね、カジュアルコーデもう特に大人の皆様には <laughs> おすすめのこれニットアウターになってますこれはねこの白とですねあとグレーをやってます グレーもねすごくいい色なんですけどもこんな感じですグレーグレーがちょっと木彫のこういうねカラーになってますけどもこの2色やってますで今回ねこれあのシャツを 合わせてますけれどもこれもちろんねなんかニットタートルのニットとか、まあ、今,今でしたらあのカットソーとかね合わせてもらってもいいと思うんですけどもこれがあのダブルブレストのねデザインなのでこういうシャツなんか合わせてもらってもすごく上品にまとまりますのでねこれはあのコマスウェード。 えー、小松マテイレのね小スウェイドのこの伸びるジャージシャツ合わせてるんですけどもねこういうねジャージシャツとかも、えー、非常に相性がいいのでですねこんな感じでこれ下はあのウールジャージのチドリのね、えー、パンツを合わせてますこんな感じでね、えー、上ジャケットはあのダブルブレスのデザインで下はこういうチドリのねパンツですけどもこれもジャージパンツなんでね見た目はね本当にねちょっとねトラッド感のあるあのー コーーディネートになるんですけれども着心地がすごく楽でこういうね、ニット特有のこういう柔らかい、えー、イメージが出ますので本当にね休日こういうコーディネートでくるメンズモテますよね多分 <laughs> はいでねこれもう本当にねあのデザインは非常にあのもちろんニットなんで1枚仕立てですのでねこんな感じで 軽くもう本当にカーディガンをね羽織ってもらうような感覚で、えー、着ていただけるのでこんな感じですさっとこうね羽織っていただける感じですねはいこんな感じでございますこれ私めちゃくちゃ好きなんですこの生地感がね本当にねこういうね立体感があってすごくね柔らかいのではいもうこれはモテますよこれは <laughs> はい はい。これがまず一型目ですね。これダブルブレストのニットジャケットです。はい。ありがとうございます。で、次に二方目。こちらはですね、えー、これね、G ステージで結構定番の形になりましたけれども、ボタンナップのね、えー、これハイネックのこういう、えー、これもカーディガンタイプの、えー、セーターになりますね。で、これはね、今季のデザインは、こういうちょっと、 前身ごろにねちょっとこういうダイナミックなねこれかなりこれもダイナミックな編み柄なんですけどもこういう、えー、変形ケーブルのようなねこういう編み柄が入ってますこれ前身ごろのみですで袖とかね後ろはねこういう、えー、リブ編みになってるこんな感じですね になってますので、まああの前身ごろこういうねインパクトのある編み柄が入ってるのでこうやって1枚で着ていただいてもね本当に顔立ちするそういうニットになってますでこれねあの冬真冬になってきたらねインナーでこれボタン上までね止めてもらってこの上にコートとかもね羽織れますのでえアウターインナーねあの自在にこなしていただけるようなそういう、えー、カーディガンタイプのニットになってます これもねラネロッシーメルノールですね使ってる、えー、生地になってますのではい、これはね今日またあえて、えー、こういうガラシャツ合わせてますけどもこれもねタートルの、えー、インナーとか、えー、もちろんいけますのでねでこれあとこれブラウンのパンツ合わしてますでねこれ非常にねこの,あのメルノール非常に発色性もいいので、ね、こういう優しいねベージュ色 すごく上品だと思いますこれにあと、えー、カラーバリとしてはですねこちらのネイビーをやってますこの二色展開ですねちょっとシックな感じのネイビーで先ほどもご説明したようにラ身頃のみですねこういうダイナミックなこういう編みが入ってますで袖とか、えー、後ろ身頃はねこんな感じでリブ編みになってますね はい。まあ、この辺なんかはね、本当に一枚ですごく顔立ちするので、はい、長く着ていただけると思います。はい、どんどんいきます。はい、続いてはですね、こちら。こちらはね、ショールカラーのカーディガンタイプ。これもラネロフシのね、糸使ってるんですけども、これはね、こういうミックスカラーが特徴ですね。こういう二色使いしてます。こんな感じの生地感。で、こういうショールカラーですね。になってます。 これもカーディガンタイプですね。これなんかもね、これね、ちょっとね、モデルさん来てもらったこのサイズがね、ちょっとね、あのー、撮影に間に合わなくて46サイズしかなかったので、ちょっとピチピチになっちゃってるんですけども、これね、非常に、これ仕上がりよく仕上がってるので、こういうね、ところ、あのー、 ポケットのところにもこういうね、アクセントでこういうポケット口に色を変えてたりとかね、こういう袖口、こういう形で色を変えてたりとか、すごくね、あの、可愛い,い感じのカーディガーになってます。で、これには今日、えー、あえてタートル合わせますけどね、これ、G ヒートのタートルでございます。<laughs> めちゃくちゃ売れてます。ありがとうございます。これに、えー、まあ、これ、ネイビーなので、ジーンズ合わしたね、こういうカジュアルなスタイルを組んでみました。 これはね、あともう1色やってるんですけどもこれもねめちゃくちゃいい色なんですよこれこれねベージュですベージュとオフホワイトのコンビカラーですねこの2色やってますこのベージュもねすごく上品なカラーなのでこんな感じですこんな感じ大人っぽいですねベージュはねはいこの2色展開やってますこれイタリアのラネロつッシの色使ったニットですね はい。どんどん行きます。どんどん行きます。<laughs> はい。続きまして、こちらなんですけどね、これがね、結構ね、デザイン性がある、こういうちょっとね、あの、デザイン、G ステージ、今回初めてだったんですけれども、これね、ネックの部分がね、これあの、フロントはこういうクルーネックのちょっとね、ロール仕上げしてる、こういうね、クルーネックになってまして、この後ろ、後ろはね、こういうね、あのー、リブのスタンドになってます。これね、 なんでネックドームはこのミックスデザインになってますね前と後ろとちょっと変えてるデザインになってますこれもね非常にあの1枚できて顔立ちするデザインなので,でしっかりねこういうねケーブル編みがちゃんとこう施されてたりするのでねこんな感じでねこれこれをねちょっと今日見てもらおうと思って私これ着てるんですけどもちょっと今日はちょっとハリススイード合わせてみましたけど こんな感じです。分かりますこれ <laughs>。これ分かります。この、ここのね、前がこういうクルーネックになってまして、後ろがこういうね、スタンド襟になっているんです。こんな感じですね。これ私今日は46サイズ。ね、46サイズを着てます。こんな感じです。丈感こう、僕、170センチですね。ハリススイード合わせてますけども。 この辺のねこの首のデザインがすごくあのデザイン性があって面白いと思いますねこのセーターはいこれがこのえー、っとホワイトとであともう一色これ私今着てたねこちらこちらのブラウンこの二色展開になってますこれねあの型もねラグラになってるのでこんな感じこんな感じですね 非常にシルエットも綺麗に出ると思いますでこういうねところにこういうケーブル編みがこう入ってたりして非常にデザイン性が豊かなセーターですねになってますこれもラネロッシの、えー、糸を使った、えー、編み切りになってますはいどん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 いきますすいませんはいで次にですねこれもね僕めちゃくちゃ好きな えー、ニット、えー、生地なんですけれども、これはね、ピノーリっていうね、これもイタリアの、あの、こういうファンシーヤーンがね、得意な、えー、糸屋さんですけども、そちらの、えー、糸で編み込まれたこちらニット。これはね、こういうね、ちょっとね、バスケット調の表面がね、非常に豊かな、えー、生地を使ってます。こんな感じ。で、結構ね、こう、あの、大きめのこういう編み柄なのでね、 1>, あのこう1枚で着てもらってもね結構顔立ちするニットになってますこんな感じこのねベージュなんかすごくいい色ですよねこれ大人っぽいお色なんですけれどもこれも、えっと、タートルネックのねデザインになってますで下はね今回、えー、こうジョイガーパンツを合わせてますこういうちょっとね武骨な感じの、えー、しっかりとしたね霧のセーターにはこういうね、えー、スポーティーなねこういうね えー、カーゴジョガーとかもすごく相性がいいと思いますのではいこんな感じで合わせてみましたこれはねこのブラウンもいいんですけどねこのねホワイトこちらこちらもねめちゃくちゃ使えると思いますこれで結構ねこれね5ゲージなのであのー 厚みがねあるボリュームのある生地なのでこれ1枚切っていただいてあとさっとコートを羽織ってもらったらね真冬本当にこれでいけると思うのでかなりあの保温性もある素材になってますこちらはいこの2色展開ですねになってますはい次にですねこちらはですねこれもね、えー、とピノーリ社の糸を使っているんですけどもこれ えとね、去年はこちらで、えー、とモックネックかなモックネックをやってたんですけども今回はねこちらクルーネックをやってますでこういうね表面これがね3ゲージのね一番こうざっくりとした、えー、これも保温性のすごくある生地使ってるんですけども、えー、こういうちょっとポップコーン調のねダイナミックな凹凸感のある、えー、生地を使ってますこれ今回クルーネックやってますこれがネイビーと あと、これもね、非常にえ上品な、こういう、ベージュですね。ベージュブラウンこちらを2色やってます。こんな感じです。これなんかはもう本当にね、あの、1着、1枚でね、本当にこう、スタイリングしていただけるような、すごく、顔立ちする、表情豊かなね、セーターになってますので、これね、非常に、 えー、去年この記事やってね、あのー、すごく好評でしたので、今年またね、ちょっとデザイン変えてやってますので、はい、大丈夫でしょうかよろしいでしょうかどんどんいきます。はい。で、あとですね、こちら、こちらがですね、これもね、えー、っと、去年やってたのかなこれ、これはね、ゼニアバルファのキャッシュール使ってます。このね、ゼニアバルファの シャッチュールはもう G ステージの冬のね、このイタリアの糸を使ったニットでもね、もう本当に定番になりましたけども、えー、これはね、シルクのような光沢感があってですね、カシミアに匹敵するようなこのソフトな肌感ですねそれからコーピリングっていうですね、毛玉になりづらいっていうね、そういうい非常に欲的な生地ですので非常に高級感のある生地です。 この辺の生地もね、あの、毎シーズンすごく、あの、極評価をいただいてますので、えー、この新作もね、またやってます、デニアバルフは。で、これはね、前身頃、えー、こういう、ちょっとウェーブ調のね、こういう網柄が入っている、えー、セーターになるんですけども、えー、元はこういうね、モックネックのデザインになってます。柄が入っているのはこの前身頃だけですのでね、 でね、これは3色ですねやってるんですけどもちょっとそのワイン色がね一番こう顔立ちするお色なので今日ワイン色で合わせてますけどもこういうねあと3色やってるのでもうこれなんかがねやっぱり一番キャッシュウールのその素材感の良さが出てると思いますこの、えー、どういうんですかねベージュカラーですねベージュというかモカカラーというんですかね非常に優しい。 色柄ですね。これとかあとこういう、えー、グレーですねこの辺がね本当にあに生地感がすごく、えー、出てるカラーになってますので,で3色やってますこんな感じですでこれデザイン的にはねもう前身ごろだけですのでこの編みが入っているのがですねちょっと待ってくださいねこんな感じ こんな感じで見せれてないです。こんな感じですね。前身ごろだけで、えー、後ろとかは柄が入ってない、え展示紙になってますね。こんな感じです。はい。これにはモデルさんもね、こういう合わせ方してもらったんですけども、この辺のね、ウールジャージの、えー、パンツ、ハニカム調のね、パンツ合わせてますので、ウールジャージのね、シリーズの、えー、パンツとかね、本当に、 大活躍すると思うのでではいであと最後最後ですねこちらもキャッシュールこれもねもう G ステージの定番の形になりましたこれもね前身ごろ前身ごろのみですねこういう網柄が入っているデザインですでタートルネックですこんな感じですねこういうやっぱりねこういうフェードカラーっていうかこういうのがねこのキャッシュールの良さこれね光沢感がこうあるの分かりますかね めちゃくちゃ柔らかくて光沢感がね、上品な光沢感がありますので、このキャッシュールっていうのがですね、素材感が非常に高評な生地になっています。で、これがライトグレーですね。で、こちらがブラウン。それから、こういう綺麗なね、こういうブルーもやってます。こんな感じです。はい。こんな感じですね。はい。 異常になりますちょっとか,かき足になってしまいましたが皆さん何かございますでしょうかちょっとねこういうあのニット系のあの1枚で着てね顔立ちするようなねそういうあの、えー、イタリアのニットイタリアの糸付かたねニットも今年はねたくさんやってるのでですね、えー、またちょっとチェックいただけましたらと思いますので本当にねこの辺あのこういうアウターニット系の あのー、すごくね、上品な大持ちで着心地もね、非常に、あのー、楽というか快適な着心地なのでね、大人の皆さんも本当にね、こういうダブルブレスト、おすすめでございます。はい。<laughs> ありがとうございます。何かご質問ありますでしょうか大丈夫でしょうかえー 手までなければ、ダブルブレストジャケット着てるところ、見てみたいです。あ、ありがとうございます。ダブルブレストジャケット着てみましょうか。ちょっと待ってくださいね。えとね、ちょっとね、46サイズしか、ちょっと、ないんですけども、ちょっと私、プチプチになるかもしれないですけど、ちょっとだけ待ってもらっていいですか。すいません。はい、すいません。<laughs> こんな感じなんですけども。 おになるこれね、私ね、46サイズで、私ね、170センチなんですけど、中ちょっとね、今日こういうニット着てるので、ちょっとごわついてますね。46で、こんな感じなんです。<laughs> こんな感じなんですって <laughs>。どう、どうですわかります <laughs> これ、竹缶は46でこんな感じなんですけどね。もうこんな感じしか言ってないですけど、<laughs> すいません <laughs>。はい。これ、ね と素材なんでね本当にねこのシルエットも丸みがあってねすごくこうカーディガン感覚で着てもらえるので <laughs> いけてますか <laughs> 大丈夫ですかすいませんありがとうございますこんな感じですあのー、中がねこういうちょっと厚手の厚みのあるニットを着てるので あありがとうございいますはい、もう僕個人的にはねこのニットシリーズでこのダブルブレストのジャケット一番おすすめなんではいこのもね白とかねめちゃくちゃかっこいいですよこれちょっと今僕ニット着てたのでねあれですけどこういうシャツとかもね合わせてもらいますのではいありがとうございます <laughs> 魅力が伝わったでしょうか <laughs> はい。あの、本当にね、ドライブデート行ってください、これで。<laughs> はい。<laughs> モテます。<laughs> はい。<laughs> はい。他、何か皆さん、ありますでしょうか <laughs> 大丈夫でしょうか <laughs> ありがとうございます。<laughs> はい。 ちょっとまたね、繰り返しになるんですが、こちら大阪の内本町でですね、こういうあの、ショールームをやっております。燃えるの駅が谷町4丁目か堺筋本町になるんですけれども、えー、ネットで販売されている商品はね、こちらのショールームで全てご試着、それからそのままご購入もいただけるというですね、ショールーミングのサービスをやっております。 えー、平日のみの、ね、サービスになるんですけれども、えっと、事前に、ね、この商品のこの色のこのサイズというふうにおっしゃっていただきましたらです、ね、すべて取り揃えてこちらでご試着いただけます。で東京のです、ねえー、原宿にあります弊社のオフィスでも同様のサービスをやっております。で名古屋はサローネジェンティーレというです、ね、中区のセレクトショップさんですね、こちらの方でも同様のサービスをやっておりますので、皆さんご利用くださいませ。 それから百貨店の方はですね、東京は渋谷西部の5階大阪は阪神百貨店の6階ですねこちらの方で G ステージ常時取り扱っていただいておりますこちらの方はですね、ネットで販売されている商品はすべて展開されているわけではないのでですね、気になる商品がございましたら事前にご確認いただきましてご利用いただけましたらと思います で、あと、えー、今日のね、こちら配信の方もですね、えー、YouTube でですね、週末アーカイブ配信を行っております。アーカイブ配信ではですね、こちら記事にね、寄った横長の動画をですね、 改めて取り直してですね、えー、追加して配信してますのでですね、えー、記事感をもっとじっくりとアップで見たい方はですね、YouTube の方でも、えー、チェックいただきましたらと思います。動画のね、一番最後の方でいつも、えー、そちらの動画流してますのでね、えー、ぜひ、えー、ご視聴いただけましたらと思います。はい。ありがとうございます。何かご質問等ありますでしょうか大丈夫でしょうか ちょっとまたね、途中から入ってきていただいた方は YouTube ご覧いただけましたらと思います。ありがとうございます。はい。では、今日はこの辺で終わらせていただきます。ありがとうございます。失礼しまーす。